本日はですね、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の予想試合をしていきたいと思います。3月30日明日ですね、行われます、試合の予想試合ということです。まあ、前節はですね、後半終了間際に、右サイドバックで先発に入った三浦玄太選手がですね、バーッとこう上がっていきます。藤原選手の左サイドバックの藤原選手のクロスを右サイドバックの、三浦玄太選手がですね、決めるということで、それがまあ決勝点となり、1対0で、ガンバ大阪が勝利を挙げたと、川崎相手に勝利を挙げたというね、試合でしたけども、まあ神戸、まあ、神戸は本当にね、いい選手がたくさんいますね。イニエスタであったりだとか、ポドルスキーであったりとかですね、あとダビド・ビジャ選手もいますんで、まあ、そういった選手ですね、どう、抑えていくか。そして、ガンバ大阪から神戸に移籍したハッセ選手もいますんで、まあ、サイドの、攻防もね、楽しみだなというふうに思います。で、まあ、スタメンなんですけどね、まあ、これで大丈夫ですよね。でもしかしたらこの、選手がですね、出るかもしれないということでしょうかね。ここはラジオに変えましょうか。まあこんなもんでしょうかね。はい。うん。大丈夫ですね。はい。では、で、まあ、前節は三浦玄太選手が右サイドバックで、菅沼選手が、センターバックに入るという形だったんですが、まあ今節は多分またセンターバックに戻すんじゃないかなというふうに予想してます。まあ前節は、川崎のその、サイドハーフの選手を抑えるという意図で、三浦玄太選手がね、右サイドバックに入りましたけども、まあ、今節はおそらく、センターバックに戻るんじゃないかなと。まあ、サイドにすごくいい選手、まあ、いないんで、神戸は。まあ、それだったらダビド・ビシャとか、そういう真ん中で、活躍する選手を抑えたいということ ことで、三浦玄太選手はおそらくセンターバックに、戻ってくるだろうというふうに思います。では、スタートです。こんにちは。本日のリーグ戦実況は私西岡明彦です。今日の試合対戦カードはガンバ大阪対ヴィッセル神戸です。阪神ダービーですね。2000年代からライバル意識が激しいようです。今日はホームチームはどこでしょうか。このチームは今シーズン素晴らしい滑り出しですね。チームの目標は中位グループへのランクアップですが、この調子ならさらに上位も狙えるでしょう。ガンバ大阪ですが、テクニックに優れた選手が多いイメージがあります。黄金時代は試合を支配して勝っていました。攻撃力は J リーグ。キャプテン変えるの忘れた。なんか忘れたと思った。キャプテンを三浦玄太選手にしなきゃいけなかった。いつも忘れちゃうんだよな。まあ、しゃあないですね。これはもう、試合始まってからは帰れないんで。まあ、ちょっとそこは、ちょっと我慢してください。まあ、三浦玄太選手がキャプテンマークを巻いてるというね、そういう、イメージでね、試合を見ていただけると、まあ、ありがたいと思いますね。4-2-3-1です。さあ、コーナーキックです。コーナーキックの判定です。腕、ああ。
瀬亮吾、ファン・ビジョン、遠藤康人、かまされた、誰もいない。どう惜しかった、早速決まりましたね。やっとですね、アシストは。やっとのこの素晴らしいね、このパスからの、ファンビジョンのゴールということですね。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。ファン・ビジョン、オジェソク、今度安幸、藤原ひろき、遠藤康人、よし。山口蛍、田やばいやばいやばい、やばいよ、危ねえ。なってしまう気持ちもわかります。同点とはいきませんでした。オジェソク、なんやって、誰か見ておきたいですね。丁寧にパスをつなぎます。ファン・ビジョン、藤原ひろき、ボールを素早く戻します。遠藤康人、今度安幸、慎重に攻撃を組み立てています。オジェソク、なんね、藤原ひろき、最高のクロス、ディフェンダーがクロスをさばきます。ここを起点にできるか。
険な位置です。緊張感が増してきます。スローインでのリスタートとなります。ここにはイニエスタがいました。ファールの笛が吹かれました。カードは出るのか。先方に運びました。奪った。一転してチャンスだ。打ってきた。このシュートはブロックされました。ゴールチャンス、いいところに出た。なんだ。なんだそのパス。素晴らしいね、このゴール。大きなゴールでした。これ決めてよ。これヒヤッとしたね。では支配率がね 62% いってますから、これは素晴らしいですね。後半戦が始まります。宮本監督はどっちかっていうとカウンターかな、カウンターサッカーかな。完全に抜け出したのに。何やってんだよ。なんやってんだよ。クロスを狙ってきますか。ここはうまくボールを取りました。倉田修。
なんだそのさ。よし、抜け出した。サイドから中央を見る。一旦キーパーに戻します。おじそく遠藤康人、パスが通ります。基本の動きではあるのですが、しっかり組織されていることが伺えます。広文、前方に運びました。観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。このチャンスをものにして、よし、おい、ファウルだ今の。あ、マジか。うちのチームはね、毎回あの交代がね結構遅いんですよ。前回の試合も後半ロスタイムで交代しましたからね。だからちょっとまだロスタイムになったら交代します。よーし、勝った。このゴール素晴らしいね。
とヒヤッとしたね、このシーンはね。まああのね、ヴィッセル神戸はこうポゼッションサッカーを、目標としているチームなんですが、そこからね、まあ、支配率 64% をね、取れたとか、まあ、取れたっていうのは非常に大きかったなと思います。ね、ファン以上が 8.1 で、やっと 7.7 ということでね、非常に高い評価になっております。ということでね、2019年、ディビジョン1、3月30日に行われます、第、5節ですね、第5節の、吹田スタジアムで行われる、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の、まあ、これ阪神ダービーなんて言いますけども、この阪神ダービーの、試合はですね、1対0で、ガンバ大阪の勝利ということになりました。以上です。